さあ、お願いします。12を引け、惜しい。うわ、惜しい、惜しい。おはようございます。嘘でしょ、誠司さん、やばいっすよ。え、どうだった？これもうあれだよ、おきどきだよ、おきどき。花、花でしょ。伝説ってのは語るもんじゃねえ語り継がれるもんだぜ。黒バラ伝説 with 女神、イエイ。おはようございます。よし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 、よし始まりました。寒い、寒いですね。寒そうですもんね。どうも、黒バラ軍団リーダーの誠司です。どうも、ラバーズ J ののです。あー、はい、ののちゃん、はい、初共演で。そうなんです。うん、お久しぶりですね。ね、お久しぶりですね。仕事ではなくプライベートって言ったらいいですかね。そうそうそう、公演をね、見に来てくれて。そうなんですよ、お会いしてるのでお久しぶりで。だから、ののちゃんの、そう、その時普通になんか妹さんって紹介されて、はい、あー妹、あー似てらっしゃると思ったら、あ、一緒に番組もされてる方だっていうね。そうです。うん、で、ののちゃんっていう名前で。そうです。じゃあ、ののちゃんがノーとか言ったら、のののノーみたいな感じになるの？そうですね、しかも私のブログがのののの保本日記って言うんですけど。え、待って待って、もうのがいっぱい。のののの、ほ、すごいね、ペンパイナッポアポペみたいな、そういうノリだよね。のが4つ、はい。だいぶののがのののおーいっぱいなんですよ。そうだね、そんな感じになっちゃいます。じゃあ今日は使うのの数ぐらいのメダルをね。はい、頑張ります。 4,5 枚ですか、そうなると。 4,5 枚。じゃあ誠司さんに。そんなことないよ。いや、今日はね、万枚出そう。頑張りましょう。合わせ万枚でいこう。いつもそれ言ってません？ツイッターでいつも言ってるんですよね。いつも言ってる。だからもうね、あの5000でいこう。え、いつも8000、2000じゃないですか。いや、もう今日はね、イーブンで。イーブンで、5000で。なんでだって今日は俺の女神は、はい、ノノノ、ノノノだからノノノですね。ノノノノノが今日の女神です。そう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 、女神になれてるかはちょっとわからないですけど、うん、じゃあ、レジェンドへの道ということで、はい、今回はこのミッションを達成してこうだんだんランクアップしていくような、はいはい、で、まあ、これが E から始まってこう SS に行くまで、まあ、ハードルが上がっていくってことですね、きっとね、はい、前回これそうっすね、クリアされてるみたいで、前回のたっくんと、それこそ、そう、お姉ちゃん工藤舞さんが、はい、一撃500枚とプラ、まあ、とりあえずどっちかはプラス収支で終えるというところはクリアしてると、はい、で、僕らはこの C からですね、この C のランク C をクリアすべく、はい、はい、じゃあその可愛いお爪でめくっておやりなさい。はい、テローン、めくっておやりなさい。はい、はい、一撃1000枚です。はい、あ、もうなんつうんすかね、ありてな言葉で言えば朝飯前。朝飯前、朝飯前ってことはまだ回転してませんからね。そうですね、そんくらいのレベルでいける話ですよ。やりますよ、今日はうちのののが。私がやりますよ、一撃1000枚を。頑張ります、頑張りますとも、はい、大丈夫です。あの、ちなみに朝の抽選は僕14番だったんですけど、私は87番と後ろの方なんですけど、だいぶ。めっちゃいいじゃん、今日は花うと。花ですか、うん、狙えないは。でも花はもう候補にはあるんですけど、お、一応増大されたアナザーゴッドハーデスと、あと大好きな機種天聖とコモンちゃまを視野に入れてます。おー、せいちゃんは。なるほどね、狙い台は。僕も第一候補はサラリーマン番長。番長、うん、多分取れると思います、14番なんで。そうですね、14番だったら、うん、皆さん頭の方は絆に行くんじゃないかなと思うんでね。そうですね、絆窓曲げあたりはバッと埋まっちゃうと思うんで、うん、そう、はい、だからね、ちょっと増大で力を入れてるんじゃないか疑惑を抱えつつ、はい、まあ、とりあえず午前中でフリーズが僕のノルマですね。お、ぜひともやってください。そうそうそう、もしかしたら、あ、これをまず達成したら次これめくれるんですけどね、下手しいこの辺をもうクリアしちゃうかもしれないからね。可能性ありますもんね。うん、やっちゃう、やっちゃう。ほんで第6戦ぐらいでここら辺止まりだったらなし崩し的に誠司さんがやってたんでみたいな感じでベラベラめくってきゃいいんですよ。そういう2戦目でしょ、僕の役目っていうのはね。というわけで、とりあえず今回は、はい、レジェンドの道ランク C の一撃1000枚を目指しながら、まあ、出玉作ってね、はい、必ず勝ちたいと思うのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。
おはようございます。お願いします。さあ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 、まあみんな絆いくんでしょうね、これはね、この流れはね。さあ番長増大してるんで、あー前日ゲーム数上げ狙い、まあ信頼で増大した、あ信頼じゃないですね、増大したサラリーマン番長打ちましょう。おはようございます。本当にコンビテク、なんかな、何がいいかな、オキドキやっぱゴッド、あ取られてんな、これかな、少しハーデスを打って、よし、ちょっと誠司さんを見てこよう、果たして本当にこの台を打っていいのかっていうね。何取りました？転生2台しかない、俺ね、サラリーマン番長、番長ですか、うん、増大したからね、転生2台しかないんだね。そうなんですよ、私はハーデスを一応抑えました。ハーデス、ハーデスいった。逆に何がいいと思います？オキドキもありかなと思ったんですけど。あーそうだね、オキドキはリセット、なんかね、前来た時よりボーナス柄に全部なっちゃったから、ちょっともう出目とかがっくのかわかんないんだけど、でもまあ時々はいつ来てもある程度リセットは強いから、でも朝一から打たなくてもいいと思う、人が打ったやつの1回当たってからでいいと思う。さあさあ今ね、朝の状況をなんとなく確認しましたけど、まあ大きなところではちょっとがっくんも見れないと、大当たり柄が結局揃ってる状況なので、ちょっとそこが厳しくなっちゃったなという部分ですね。まあなんですけど、1回フロアにしかなかったジャグラーシリーズが2回にもある程度台数上がっていたりとか、まあ新しい部分もあるので、で相変わらずね、オキドキはリセット傾向強いとは思うので、それの B 狙いの突毛もできそうな気配はあるので、まあまずは番長を回してって、周りの挙動を見ながら、まあ早い段階で見切りつけるのか粘ってみるのかっていうところを決め込むためにも、ちょっともう打ちましょう。はい、よし、じゃあ打ってきます。よっ、前日がちなみに249ゲームやめの台ですね。まあ前日は弱かったので上げ狙い、で上げ狙いが通用しそうな台、候補台ある中で、まあ安易にその角ですね、ガーデンさん角をある程度力を入れる傾向と、あと通路側、店舗にこのフロアに来た時にパッと目につく見せ台というところから、まあそんなところも多少考えながらですね。まあといっても打ち出し理由は薄入りなところがあるんでね、まあ斜めベルの回数や、二本門の入りだとか、あと戻り子ですね、大当たり引いてからの挙動とか見て、まあなさそうであれば早い段階で見切りつけてもいいかなと思ってます。まあ今打ち出して93ゲーム、前兆や研修、煽りとか特になくゲーム数消化してます。まあそんな中もし末だとしたら、ちょうど今ゲーム数が350に差し掛かるあたりですかね。で前日前回のあたりが105ゲームなんで、まあちょっと子役系なのかなというゲーム数ではありますが、まあ何にせよあと50ゲームぐらいで、まあ何も引かないところからの雫ステージとかに行ったら、
まあマップでいうと A の400からのチャンスにエントリーしているという可能性の方が高くなってくるんでね、まあ、B の可能性もありますけど、だそうなってくると末だとしたらね前日強くないので、まあ厳しいのかなと、早く見切る要素の一つになるんじゃないかと思いますんで。お滑りだ、厳しい、お2ゲーム連続、これは熱い、これはある、これはある、これはある、200ゲームちょうどでお滑りから2オーモン、いやー最先一戦ナメベルも多くてお滑り引いて1分の1で2オーモン、これはスタートダッシュとしてはいい傾向ですね。さあここでいただきもらっちゃおうか、俺なら引けるんで、自分持ちすぎてるんで、もう2オーモンイコール AT みたいな部分あるんで、やったりましょう。あらよ、ほら来たよ、はいはい、これ来た、はい、ありがとうございます。ああここでレイアークだ、ありがとうありがとうありがとう、はいどうぞ。まあでも幸先いいっすね、これはいい傾向。そして216ゲームになっているところで雫ステージ、まあここから研修行くようであればまあ理性はほぼほぼ確実かなと。235ゲーム研修ですね、ダメなやつだねこれ。いやー200のマップで渡らずと。はい、ということでのの選んだ台はアナザーゴッドハーです。この台は普段カード台が良かったんですけど、もう先に来られていたお客様が抑えていたので2番目で、で前日最終が223ゲームで終わっているので、まあ据え置きだとしてもヘルゾーン見てそれで当たっちゃえばいいんじゃないかと。まあ朝一パッと当たればそれはそれでいいんですけど、あのメガネイ様になれるように頑張りたいと思います。正直もうねゴッドを引くイメージは常にできてるんですよ。あベル3年で終わっちゃった。結構ねこういう大事なのって意識するから弾けなかったりするんですよ。意識しないように回してたんですけどベル4連はならなかった、悔しい。ハーデスで当たりを引いているのは今のところお一人さん、外線はね結構早い当たりを引いている方が何人かいらっしゃいますね。今165ゲーム回して
もうすぐ200ゲームいくんですけど、まあ、正オケだったらもうすぐヘルゾーンが来るはず。まあ入んないこともいっぱいあるけど、なんか引いたよ。562、今200ゲームいけました。据え置きならばヘルゾーンが来てほしいところです。どうだろうこれ、ヘルゾーンはない感じか。220ゲーム回して前日223だったんで、まあ前日据え置きであれば443、だいたいヘルゾーン400だったらこのぐらいに来るはずなんですけど来なかった。当たるまで打つって言ったらどこまでかかるか分かんないしね。一回周り見よう。いいですか。時々は当たってる人がまあいますけど、どうなんだろうこれ。32ゲーム以内で当たってる人は2人ぐらいかな今。これで3代目。人気であろうコーナーへ、まあ空いてないだろうね。バジリスク3、バジリスク絆、まあ空いてませんね。3が1台だけ空いてますが、ちょっとハマっている。さあそして誠司さんは当たってはいなさそう。お、どうしたどうした、えい、ののやんどうしたい。あのいい報告とかしに来たいんですけど、今のところそれではないです。マジで、あの前日ののが打ってるハーレスが223ゲームで、まあ、据え置きであれば今ヘルゾーンのあたりなんですけど何もなくっていう感じなんですよ。あどうだろうね、俺の番長もほぼほぼ理性なんだ。前立腺かかってるんですかね。まあ増大の機種はね特にそうかもしれない。でまあ俺は今んとこオスベルが1分の1で2オンも行って、はい、斜めベルもいいし、うん、まあちょっともう少し打ってみたいなと。じゃあもうリセットかかってるんであれば400のヘルゾーンまで回すべきですか、ね、それとももうやめちゃっていいかなって。いや400のヘルゾーンを頑張るのも微妙だからね。投資はいくら ?9 本です。お、じゃあちょっと周り見ようぜ。正直ハーレスの朝一の状況は当たりが早い人はもうほぼほぼいなくて、一人だけゴッと引いてるんですけど、打ち出しどうだった、なんかあの煽り朝一降格とかなかった。ないっすね。ないか、そっかそっかそっか。まあまあ特にないね。狙えるっていうものは特にないんですよ。あとまあ強いて言うなら理性が強そうだったら、本当に強いて言うならだけど、天下不武理性かかってればどっかの武将1個合格確定するから、天下不武、まあ不武チャレンジ引くまで頑張ってみるとかね。そんくらいかな。でも肛門邪魔って理性とかかってると思います。あー多分朝ね、カツアオリ来てる台が何台かあったから、まあ理性はかかってると思うよ。どうしよう、肛門邪魔開いてる、開いてますよね。これとあれ、あこれが朝一台。あ、いいんじゃん、ゼロゲームの打ってみたら。ゼロゲームの打ってカツアオリ来るか見てもいいんじゃん。こっちに移動してもいいですかね。あ、いいと思うよ。ちょっとハーレスの状況的にちょっと厳しいかなと思ってて、で
これ打ちながらさ、俺こっちの犬の箱回るようだったら見とくから、あ、ちょっと進んできたら、おっとやんなっつって言えるから。 OK、 はい、じゃあ、じゃあやってみたら、はい、やっぱね、好きなの打つのが一番だよ。ですね。そうそうそう、打っちゃう打っちゃう、これにします。やっちゃえ。あら、弱チェ直後、あら、弱チェ直った弱チェ直ったか、このちゃんめどうだろうね。弱チェがちゃんめっすね。あざー、320ゲーム投資が9本ですね。500兆送りました。赤七番長ボーナス。で、早くゼロよ。ど、色も違うよ。これ一番最低な並びよ。継続さえ危ういよ、これ。ハテナ。ハテナ。チャンスやった。チャンスやったよ。これ継続なんじゃないの、これ。はい、継続。はい、ハテナ。チャンス、ハテナ。なるほど。まあでも天国は見ましょうか。はい、まあ天国はない中、さっきの滑るが、さっきの滑るがどうなるか。ダメか。さあさあ、まあ全然ね、まだ回ってないけど、7メートルが21分の1、設定12。いやー、それだけで頑張れる。もう滑る2分の1。おー、来たよ、3度目の滑る。まあこれでお滑る仁王門が3分の1になって、で400抜けたらもうやめてもいいかな、もうやめてもいいかなと思いますよ。まあでも逆にこのお滑るが仁王門当選するようだったら、まだちょっと粘りたい気持ちになっちゃうよね。滑るの仁王門煽り中にもう一回滑る。驚きがあります。428ゲームで研修、まあマップ A の400のゾーンですね。447ゲーム A のマップで当選ですね。
総投手が22本。赤七番長ボーナス。まあ天国見るんでもう番長でやるわ。これが一番いただき入るような気がする。頼むぜ。はい。無理か無理か無理だった。171枚結構もらえた。115ゲームでまあちょっとねマップが A ばかりな状況と、お滑り2本6分の1で斜めベルもちょっと厳しくなってる状況なのでやめましょうか。別の台探します。この台打とう。当日343ゲームハマりノーボーナスで、2日前227-00、昨日も236-00、よいよい越して考えたらもうだいたい850ぐらいか。で、よい越しだとしても、579ゲーム、まあ北陣もプラスになってくるんで、まあこれ当たるまで打ちましょう。ここでまたチェリーってことは400ゲームフグチャレンジ、チェリーからですね、信長のフグチャレンジ。いいね、よし、これは来るよ。おー、そんなもんか。お、チェリーだ。おい、確定。子役で当然ですね。追加投資して26本覚醒でございます。準備中に覚醒のゲームを乗っけたい。1ゲームいいっすね。お、隣が極み天が引いた。いいな、さあ頑張ろう俺も。カモンゲット。50%。わあ、もうマジか。残念。まあちょっとね、ベルでフグチャレンジあるかと思って少し見たんですが、ちょっと遠そうなんで、ね、この台はここまでにして他の台を探したいと思います。はい、ということでのの移動してきました。ちょっとね、ハーネスの島がいまいち立ち上がりがよろしくなかったので朝一台の肛門邪魔活に移動してきました。朝一ね、リセットがかかってるんであれば活動の煽りがあると思うんで、ちょっとそれを見たいな。あるね、前日が43ゲームでやめてた
んで、リセットはかかってそうですね。なんか周りを見てても、まあ、隣のお客さんも角に座ってるお客さん、まあ、今3台動いてるんですけど、そのうちの2台がもう初当たりを、角は何回だ、お二人とも3回ずつ引いているんで、お、今日で、若干足りないんですけど、ご一行箱が305、あ、まだある、よし、ダブルでいったよ、よっしゃ、ここだ、ここ、いけいけ、チャンスアップはない、もう一回、あ、弱い、見切ったでしょ、当たった、164ゲーム当たりました、やっと当たった、投資が750枚です。さあ最初は表バランスで行かせていただきます。完全凶悪アタック、25、弱、25ゲームで45ゲームですね。残念、終わっちゃった、45ゲーム121枚です。さあ9回裏があるかな、なさそう、終わった、しかしダブルだから2回目あるんですよ。追い込みチャレンジ、今度は一発で行かせていただきます。弱い、あーでしょうね、弱かった、残念。あーマジ、あーもうやめよう、危険信号が出ております。おきどきは、これがリセットで当たってたら、あ、1の1か、ないな、今のところちょっと見当たらないですね。1回の、まあ、バラエティも視野に入れよう。さあ1回のバラエティコーナーにやってまいりました。あーモンキーは埋まってるし、箱使ってるし、センコレもいいなと思ってたんだよな。あとはゴッドイーター、その隣の、まあ、荒紙バージョンですけどね。まあ、あと新しく入ってる番長2、朝ね早い段階で角のお客さんがいただきラッシュ入ってたんですけど、ボーナスからじゃないと思うんですよ、通常っぽかった。番長2もありじゃない、でも昨日めっちゃ回数ついてる。あーもじもじした系ね、昨日めっちゃ回されてるからね、狙っても良さそうではある。
悩むね。番長通過おけどけだな今のところ。私の候補台さすが俺の嫁ノノは俺の嫁。オッケーオッケー。ジャンバリフリーマガジン九州版が2017年1月27日に登場します。イエーイ、シャンシャン。ホール情報やジャンバリの番組情報、グラビア、ポッカ吉田さんの書き下ろしコラムなどなど、お得な情報が盛りだくさん。え、てか皆さん俺たちのこと知っとうと。フリーマガジンに乗っとうけん。え、それ今日持ってきとうと。持ってきてんの。ファイ